やっぱりだ。太陽の光でこの猫のような植物は動き出し、空気の弾丸を飛ばし攻撃してくる。しかも部屋の中の弱い光でさえこの破壊力。この習性だ。この習性を利用してあいつに至近距離から空気弾をお見舞いしてやる。至近距離でもいつどこでやるか。家の中やそばはダメだ。ママがいる。 そうだ、帽子。あいつは僕に帽子をかぶせに来る。至近距離、チャンスはあいつが背後から近づいてくる。至近距離、やるのはその時だ。嘘、もう放送始まったの。パパがコーヒーもう一杯欲しいって言ってたよ。ん？ はい、もしもし。いえ、番号違いです。うちは桜井じゃありません。はい、あなた、お待ちどうさま。新しいコーヒー入りましたわ。 気持ちのいい朝だ。もう一杯飲んだから仕事へ行くのも悪くはないな。バイツアダストの中では運命は変わらないんだろう。一度破壊されたものはどう足掻いても必ず破壊されてしまうんだろう。あんたが言ったんだ。大切にしているティーセットが。ざまあみろ。それじゃあママ、 学校へ行ってきます。あ、僕がついてるよ。ママは僕がずっと守ってあげる。信じられない。やっぱりあいつ何考えてるかわからないわ。でも 結構悪くないって気分だったりして。あ、いいの。私が片付けるから。割れちゃったものは仕方ないわ。それより、火傷しなかった？ああ、大丈夫だよ。